根元の方から行って一頭で切るようにすると断面がすごい綺麗です。このタレがまあうまいんだよね。どうも、料理の皆さん、リュウです。はい、ということでですね、今回はコラボ、動画でございます。なんとですね、私関マグロックスシリーズ、シリーズさんとのね、コラボでございます。今回僕ね、ずっと愛用してたんで、このコラボめちゃくちゃ嬉しいんですけども、今回はですね、こちら関マグロックの焦燥シリーズですね。はい、これね、すごく使いやすいんですけども、こちらのダマスカスのやつよりも手に入りやすくてリーズナブル。よくね、僕言われるんですよ、あの包丁、リュウジさん何使ってますかとか、どういう包丁がおすすめなんですかって、多分これまで100回ぐらい質問あってるんですけども、その度にですね、価格帯もあるしどうかなと思ってたんですけども、これね、めちゃくちゃいいです。4500円ぐらいで買えてですね、切れ味もその価格帯の中でもめちゃくちゃいい、ものなんですね。大体どこにでも売ってます、これ。シェア率がすごくいいです。これから包丁何買ったらいいかなって思った方、これ1本で大丈夫です。これでほとんどの料理できます。なんで、今回はですね、こちらの関マグロの焦燥シリーズを使ってですね、包丁って切れ味大事ですから、焦燥シリーズの切れ味を生かした至高の水晶鶏、これを作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあ材料紹介いきます。今回はね、水晶鶏、水晶鶏って何かって言ったら、ちょっとコーティングしてね、鶏肉を柔らかく、仕上げるっていうような料理なんですけども、こちら鶏胸肉、もも肉じゃなくて胸肉使ってください。胸肉の方がプリッとしてて美味しいです。この水晶鶏に関しては、胸肉、すっごい美味しいですこれ。はい、そして、長ネギですね、まあ、大体4分の1本で 25g ぐらいのものですね。あと生姜です、10g ですね、これね。調味料はね、概要欄に載っておりますので、バジャオだけね、ちょっと珍しい調味料なんですけど、僕いつも使ってるんですけど、これだけちょっと買っといてもらいたいかなっていう感じですね。はい、あと練りごまぐらいかな。はい、で、あと一番大事なのが、関マグロックの焦燥シリーズですね。よく切れる包丁っていうことですね。これは、包丁の切れ味すごく大事ですんで、そぎ切りするんですよね。そぎ切りするのに切れ味の悪い包丁だとなかなかそぎ切り、しにくいので、で今回は、切れ味のいい包丁を使って、いきたいと思います。ということでですね、関マグロックシリーズ、やっぱりね、何がね、特徴的かって言ったら、やっぱり、ね、切れ味ですね。包丁ほぼ切れ味が全て、関マグロックの切れ味に負けないように、僕もね、切れをね意識していきたいと思いますので、切れ味を理解しないといけないということで、どうやって切れ味を理解したらいいかっていうのをね、ちょっと私考えました。今日のために僕の出した答えはこちらです。やっぱ切れ味がいいっつったらね、やっぱもうビールでしょ。切れを理解するためにビールを飲んでいきたいと思います。切れ味理解しました。ということで、やっていきたいと思います。はい、ではですね、まあこれね、できれば、料理作る前にやっていただきたいことがあるんですけども、包丁ね、研いでいただきたいんですね。長く使ってると、どんなにいい包丁でもですね、切れ味がね、やっぱり悪くなっていくんですね。鶏肉とか柔らかいものを切るときって、鶏肉とか、例えばトマトとかね、切るときって、やっぱりね、切れ味がいい包丁を使うと、全然やりやすさ、スピードも違いますし、料理自体のね、仕上がりにも影響がしてきますんで、なんで、必ず研いでほしい。っていうところで、包丁研ぐのってめちゃめちゃ、面倒じゃないですか。僕はね、昔ね、こうやって研いでたんですけども、めちゃくちゃいいのがあるんですよ。これね、貝尻さんのコンパクト電動シャープだね。はい、今回ね、これ実はこれいいんすよって貝尻さんに言われたんでね、すごいですね、これ、ね、電池で動くの、もう実際やってみますね、これね、これを動かして2、3回通せばいいんですよ。なんか工場の音がするこれね。でこんな感じで刃がね、ちゃんとできてます。これびっくりしますよ。今まで包丁使ってて研いだことない方とかいらっしゃるじゃないですか。研ぐともうほんと別物になります。包丁持ってるけど研いだことないって方、これで試してみてください。全然違います。はい、それではやっていきたいと思います。で、まずですね、お野菜切っていきます。タレの薬味です。まあこれぐらいだったらこうかなってね、ほらこれでもう切れ味すごいよくわかるんですけど、全然力なくても切れます。これこう蛇腹に切ってからこうやって切るっていうやり方最近やってるんですけども、はい、うわやっぱ切れんなこれ。
いろんな、包丁があるんですけども、まあね、和食とかでいうと柳葉とかね、出刃包丁とかもあるんですけども、基本的にね、ご家庭で使うのはね、こういうサイズの、ものが1本、まあ、あとあればペティがあるといいかなっていうふうに思いますね。僕もね、たまにペティ使うんですけども、あれはちょっと小回りが効いていいなっていうふうに思うんですけども、この包丁だけでも十分料理はできます。はい、これでみじん切りできましたね。で、次生姜、わかりますかね、切れ味がね。この包丁ね、僕のおじいちゃんが使ってたんですよね。僕のおじいちゃんね、実はね、昔研ぎ師だったんですよ。研ぎ師のじいちゃんがね、リュウジこれいいから買っとけって言われて、僕も昔このシリーズ持ってました。すげえ切れますね、はい、ご家庭ではこれだけ切れる包丁が1本あれば十分です。包丁がいいとね、これだけ細かく切れるんですよ。次はもう鶏肉ですね。これ、ね、冷蔵庫から出したてのもので大丈夫です。いつもね、僕鶏肉使うとき、常温に戻してくださいねとか言うんですけども、今回は大丈夫です。今回の、鶏胸肉はちょっとね、皮の部分多いんで、ちょっとここは切っちゃいましょうか。はい、基本的にね、皮はね、下にした方がいいっていう風に、切りやすいって言われてます。ただこれ包丁がいいので、皮からも全然いけます。はい、はいはい、もう1等で切れます。これなかなかね、ブヨブヨの皮ってね、いい包丁じゃない、切れなかったりするんでね。そぎ切りにしていきます。そぎ切りって皆さんどういう風にやるかっていうと、こう斜めにね、切っていく感じですね。はい、こんな感じで、はい、で、まあ、なるべくこうスライスするような感じで、で、これ何がいいかっていうと、この表面積が増えるんですね。こう斜めに切ることによって、鶏肉のだからですね、味が乗りやすくなって、後でね、片栗粉とかまぶすんですけども、表面積が多くなると、プリッとした歯ごたえが、増します。はい、こんな感じです。はい、根元の方からいって、1等で切るようにすると、この断面がすごい綺麗です。お刺身を切るときとかもね、そんな感じなんで、すっごいスルッと進むでしょ。これ切れ味がいいから1等で進むんです。歯渡り足んなくなったなって思ったら、一回押していただいて、また引いていただければ大丈夫です。こんな感じね。はい、で、これをもう片方もやっていきます。研ぎ師のじいちゃんがね、昔売ってたんですよ。包丁で手切ってませんかと。なんで手切るかっていうと、包丁が切れない包丁だから手を切っちゃうんですよと。よく切れる包丁っていうのは進みがいいので、逆に切れないんですよと。切れ味が悪い包丁を使ってると、切る時にね、突っかかっちゃうんですよ。突っかかる時にすごい力入れちゃって、それでグッとこう力を入れて刃が荒の方向行っちゃったりするんですね。だから切れる包丁を使うっていうことは、手を切るのも防止してくれるんですね。これね、本当にじいちゃんが言ってました。僕もね、昔はね、包丁切れなくなったらじいちゃんに研いでもらったりしてたんですけども、今はね、こういう便利なのがあるんでね、じいちゃんのことを思い出してしょうがないこれは、はい、こんな感じですね。はい、じゃあ全部切れました。これの特徴なんですけども、これ汚れてるじゃないですか。この包丁オールステンレスなので、食器洗浄機にこのまま入ります。なんとですね、このシリーズは食器洗浄機丸ごといけますんで、これも利点ですね。はい、じゃあやっていきたいと思います。根幹になるタレを作っていきます。醤油がね、大さじ2杯、お酢が大さじ1杯、お砂糖大さじ1杯、練りごま、はい、練りごま入れるとね、コクが出ますんでね。で、これね、大さじ1杯と1と1/3、はい、これぐらいかな。はい、豆板醤、これはね、辛みとコク付け、です。小さじ半分入れます。旨味調味料1、2、3、4、5、はい、これでね、旨味調味料入れることによって、お酢の酸っぱさと、醤油の角を取ります。あれば、このホワジャオをね、4振りぐらいしちゃっていいかな。これね、軽く混ぜておく。このタレ超うまいですから。これはね、まあ、冷蔵庫で冷やしておきましょうか。はい、で、お醤油、これ下味ですね。下味、お醤油大さじ1杯、はい、お酒ね、臭み消しですね、大さじ1杯入れます。あと、ここに片栗粉大さじ1と1/3ぐらい、あ、小さじ4ぐらいですね。これ揉み込みます。こうするとですね、下味がつくと同時に、
この片栗粉がですね、この鶏肉をコーティングしてくれます。これから茹でていくんですけども、茹でた時に片栗粉がですね、このコーティングしてくれてですね、水分を逃さない、プリップリになるんですね。鶏胸肉ってパサつきがちじゃないですか。揉み込んで、これをですね、茹でるともうね、超プリプリでね、漬け込み時間はね、そんないらないので、はい、いつもね、鶏肉漬けるとね、何十分漬けてくださいって言うんですけども、今回ですね、関孫六で薄くね、切ってありますんで、味の染みがめちゃくちゃいいです。はい、なのでこのまますぐ茹でて大丈夫です。はい、じゃあ茹でていきます。で、これ沸騰したお湯です。ちょっとね、たっぷりめのお湯がいいですね。あと、この、ね、氷水、はい、今回ね、冷やします。茹でてね、そのまんまザルにあげて、あったかいまんま食べても美味しいです、もちろん。はい、なんですけども、今回は冷やします。はい、冷やしてちょっとプリッと感を出したいんで、できれば、素早くね、1枚ずつ入れてってほしいんですね。なんてかっていうと、ドバッと入れちゃうと剥がしづらいんですよね。ダマになっちゃって固まっちゃったりするから、まあこんな感じで、ポトンポトンと落としていく感じで。じゃあいきますよ。はい、こうバラしながらね、バラしながらこんな感じで、はい、こんな感じですね。で、これで茹でていきます。沸騰したお湯に入れてますんで、片栗粉が瞬時に固まってですね、プリッといってますね。これね、薄く切ってあるんでね、もうすぐなんですよ。本当に1分ぐらい、大体1分ぐらいですね。はい、そしたらこちら、ザルにあげていきます。この状態でもうプルプルなの分かりますか。もう入れちゃっていいか。氷水で冷やすことによってね、よりつるっといきますんで、これが水晶鶏なんですね。あったかいままでも美味しいんですけども、水晶鶏っていうぐらいだと、まあ、やっぱりこれぐらいちょっと氷水で冷やしてあげた方がいいかなっていうふうに思います。はい、水気を取りますね。水気が付着したまんまだとちょっとね、味が薄まってしまいますんで、よくね、水気を切っていきます。で、よく水気切ってくださいね、こうやって。それでは盛り付けいきます。はい、じゃあ盛ります。盛り盛りですね。さっきのタレですね。はい、このタレがまあうまいんだよね。結構ね、タレ多めに作ってるんですけども、僕は全部かけちゃいます。はい、唐辛子あればでいいです。これ糸唐辛子ね、これがあるとちょっと中華っぽさが増しますんで、僕はね、盛り付けのためにのせてます。青いネギ入ってるんですけども、ちょっとね、見た目が寂しいんで、ちょっと青入れます。で、最後にラー油をかけます。はい、いいですね。至高の水晶で完成でございます。はい、それではできましたね。早速食べていきたい。いただきます。一気に冷えたビールがいいのです。ちょっとお借りします。はい、キレを理解しなきゃいけない。はい、じゃあいただきます。皆さん、それではいただきたい。いただきます。うまっ。最高だね、これね。鶏肉プルプル、片栗粉でコーティングしてあるので水分が逃げてないで、鶏胸肉のパサつき感が全くない。火を入れるのも最小限なので、全くね、パサつき感がない。そしてこのタレね、このタレがもう最高に美味しいです。ニンニクとか入れてないんですが、生姜と長ネギ、ごまの旨味が効いてますもんね。ごまが入ってることでやって、このプルプルの鶏水晶にタレが絡むんですよね。味変します。オイホアジャンをね、はい、より本格的です。この食感はね、薄くそぎ切りしてこそですね。取りいただいて、じゃあ行ってきます。よっしゃー。ありがとうございます。うまっ。なんかごまだれ使うレシピ結構あったじゃん、うんうん、おことなくこう似てるのかなっていう気もしたけど、うん、これまでの味わいと全然違う。ベースがね、油淋鶏のソースなんだよね、うん、そこにフォアジャオとごまだれを、ね、うん、ちょっと加えることによって担々風の感じだよね。あ、まあ、そちょっとね、そっち系の味を醸し出しております、うん、アレンジするとしたら、これ水晶鶏は水晶鶏でいいんだけど、うん、下にね、冷たい麺引いてもいいよね。確かにね、フォアジャオ行くとまた、追いフォアジャオ行くと全然違う、また
本格中華なんだ。完全に本格中華。最高っす。アイジンさん本気出しました。ということで今回の至高の水晶でいかがでしたでしょうか。切れ味のある包丁で、そぎ切りすることによって切り方でこれだけ美味しいしっとりした胸肉が仕上がるんだなっていうのをもう体験していただきたい。で今この超欲しいですね。この価格帯で最高に切れて本格中華が作れてしまうというこの包丁ね、ぜひね押してください。今日は飲んでいきますんでこの辺りで。なんで、今回はですねこちらの関孫六の焦燥シリーズ、焦燥シリーズ、はい、関孫六の焦燥ちょっと、ちょっと滑舌が悪いんでね、関孫六焦燥シリーズですね。はい、はい、よく言えました。はい、あ、天麦あった、天麦切れてる。あ、俺でも一発目ビール行っちゃったけど、さあ俺ビール飲むと酔っ払うな。そんな無理飲ませるよ。いらっしゃい。